世界の鉄道一覧日本の鉄道路線図3代、歌川広重作、横浜海岸鉄道上記者の図日本の鉄道では、日本国内における抗義の鉄道について述べる。日本における鉄道とは、協議には、鉄道事業法に基づいた、国土交通省鉄道局の管轄のもとにあるものを、指す。軌道法に基づいて建設されたものは、法的には、軌道と呼ばれ、 鉄道とは異なるものであるが、一般的にはこれも、鉄道と呼ばれる。鉄道事業法と、軌道法の2種類があるのは、軌道法が主に道路に付設される鉄道を対象としているからである。また、鉄道事業法は、旧運輸省、軌道法は、旧運輸省と、旧建設省の共同管轄と、管轄する省庁も異なっていた。運輸省と建設省は2001年に統合され、 国土交通省となっている。鉄道事業法や軌道法以外の法規の適用を受ける鉄道もある。森林鉄道、鉱山鉄道、かつて存在した簡易軌道がこれにあたる。これらとは別に、一部市有地において、鉄道事業法や軌道法に基づかず建設された鉄道も存在する。旅館などの送迎などに使われるもののほか、小規模なトロッコ、遊園地の おとぎぎ車のような縁内遊覧鉄道がこれにあたる日本は比較的人口密度が高く、都市内輸送、都市間輸送において鉄道が重要な役割を担っているため、日本の鉄道の旅客輸送人員は世界全体の4割のシェアを占めるまでになっている。また定時運行性については世界で最も優れた水準に達している。しかしながら、 鉄道インフラへの公的支援が弱く、貧弱なインフラで大量の旅客輸送を行う、詰め込み輸送を前提としているため、他の先進国の鉄道と比べ接客サービスの水準は高いとは言えず、ごく一部の大手私鉄を除き事業者の経営は脆弱である。また、輸送密度の低い過疎地域においては、人口減少やモータリゼーションの定着もあって、 かなり厳しい経営とならざるを得ない。利用客の減少減便、利便性の低下、さらなる利用客の減少という悪循環に見舞われた、結果、廃線に追い込まれるローカル線も多い。ただ、鉄道部門は赤字でも不動産や観光事業などのサイドビジネスで黒字を出している、中小鉄道事業者もある。日本の法律では、鉄道事業法施行規則大市場で、 次のものが列挙されている。蒸気に当たるものとしては2005年日本国際博覧会の IMTS が自給動式鉄道として追加された。蒸気以外ではローラーコースターやロープウェイが鉄道にやや近い形態だが鉄道には含まれていない。ただしロープウェイやリフトは鉄道と同じ法律で作動事業として規定されている。歴史的な流れは 後日1872年に開業した日本、最初の鉄道は国による建設であり、日本の鉄道は国有国営を胸としたが、その後勃発した西南戦争による政府財政の急防により、幹線鉄道網の一部は日本鉄道などの私鉄により建設された。しかし、日清、日露の両戦争を経て、軍事輸送の観点などから鉄道国有論が高まり、 1906年に鉄道国有法が制定され、日本の鉄道網は基本的に国が運営することとなった。一部の私鉄は民営のまま残ったが、一地方の輸送を担うのみとなった。その後も鉄道不設法に基づいて、私鉄の買収国有化が行われた。このように、鉄道国有法以降、第二次世界大戦直後までは国が 全国の主要路線を直接運営していたが、1949年の公共企業体への改装を経て、1987年には国鉄分割民営化により国鉄そのものが解体され、JR グループ7社に承継されている。JR グループのほか、地域によっては、私鉄も存在する。大都市圏にある大手私鉄、純大手私鉄は主に都心と郊外を結ぶ。 路線網を構築している。中小施設は主に JR の駅から離れた都市と JR 駅を結ぶ役割のものが多い。大都市では地下鉄もある。日本では地下鉄はいずれも特殊会社、または地方公営企業の形態をとっている。大都市圏には拠点駅と空港や郊外の住宅地を結ぶモノレール、新交通システムも存在する。地方部には 主に旧国鉄の赤字ローカル線を継承した地元自治体等の出資による第三セクター鉄道が存在する。主に山岳部の観光地にはケーブルカーも存在する。放規長路面電車は軌道法に準拠し、厳密には鉄道ではないものがほとんどである。戦後の高度成長期のモータリゼーションの進行の結果、路面電車は撤去が進んだが、 現在でも一部の都市で運行されている。地方公営企業形態のものと民間企業形態のものが混在する。1990年代以降、バリアフリー、省エネや高齢化社会対策としてコンパクトシティ化を図ろうという動きが本格化している。その政策の核として路面電車の有効性が見直されている。既存路線に調停床車,車両が導入されたり、 JR の在来線が路面電車に再編されたり、さらには路面電車を新設する計画も本格化している。JR グループ1987年に日本国有鉄道の分割、民営化に伴い、JR グループとして北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道、 日本貨物鉄道の7社が発足した。これら7社のうち、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 九州の4社については、後に国が保有していた株式をすべて市場に売却し、完全民営化を達成した。これに対し、JR 北海道、JR 四国、JR 貨物の3社に関しては、JR 会社法の適用を受け、 政府が100%出資する株式会社形態の特殊会社となっており、株式の上場は行われていない。大手私鉄大手私鉄各社は大都市部を中心として多くの輸送量を有し、どの会社も利益を上げている。しかし、日本全体の人口減や分割民営化された JR の構成による競争激化などの影響を受け、輸送人員は減少傾向である。 鉄道事業だけではなく、不動産事業などの関連事業で利益を出している会社も多い。一般に、以下の16の鉄道会社が大手私鉄と呼ばれる。東京圏は最初の9社、大阪県は2つの都市圏を結ぶ近鉄を含めて5社、名古屋は名鉄、福岡県は西鉄のみである。中小私鉄大都市近郊の純。 大手施設は沿線開発や駅周辺の商業施設の運営に関わり、経営基盤は比較的安定している。しかし、それ以外の地方施設は人口減、過疎化、モータリゼーションの定着などの影響を強く受けている。都市間輸送や観光輸送、政霊指定都市、中核市クラスの都市での通勤通学輸送など一定の需要が存在する。 路線員以外は路線縮小や廃止も相次いでいる。既存路線の高速化や新規車両の導入など改善策の実施が財政難から不可能な会社もある。昨今の地方公共団体の財政状態の悪化により補助金が減少あるいは停止されること、鉄道事業法の改正により届け出だけで廃止が可能になったことが地方の私鉄を取り巻く環境をさらに厳しい。 ものとしている。一般に、以下の5の鉄道会社が、純、大手私鉄と呼ばれる。公営鉄道統地方公共団体や、民間企業と地方公共団体の共同出資による、第3セクターによる鉄道は、都市部の地下鉄や、交通網が脆弱な地域の交通需要を担っている。しかし、地方においては、旧、国鉄の赤字路線をそのまま引き継ぐなど、 経営状態はどこも苦しいのが実情である。都市部においてはまとまった需要があるため、路線により様々な状況がある。建設費の高騰から運賃が高価になり、そのため輸送量が伸び悩み、沿線の開発も進まないという悪循環に陥っている路線が多い。その一方でつくば、エクスプレスのように好調な輸送実績を上げ、沿線開発が 盛んに行われている鉄道路線もある。公営という性質上、保守的な経営形態を取るものが多い一方で、路線を新設し、LRT を導入した富山ライトレールのように新しい戦略を取る会社もある。貨物輸送国鉄分割民営化に伴い、貨物輸送は日本貨物鉄道に委ねられた。かつて鉄道貨物は、 日本の貨物輸送の基軸を担っていたものの、昭和40年代以降、高速道路網の伸長、宅配サービスの充実、ストケンストによる国鉄貨物への信頼失墜などの影響で、貨物輸送量は激減した昭和50年代の国鉄末期には、経営合理化のために、貨物列車や設備は大幅に整理された上で、JR 貨物に引き継がれた。JR 貨物発足後も、 鉄道貨物輸送量は低水準にとどまっているが、環境保護という観点や、鉄道輸送のメリットの再見直し、貨車からコンテナ化、新車導入による速達化などの営業努力により、JR 貨物の経営は黒字に転じている。しかし、地方の貨物輸送を中心とする中小施設については、経営の厳しいところも多い。昭和30年代までは、 全体的に増加傾向にあったが、昭和40年代以降は、まず高度経済成長期の産業構造の変化に伴う人口分布の変化と自家用車の普及により地方中小施設の輸送量減少が進み、多くの中小施設が廃線となった。昭和40年代後半以降は、航空運賃の低廉化道路特定財源制度等を利用して、 高速道路建設等の道路整備、オイルショック後の石油の低価格化による自動車、航空機の増加で、鉄道による長距離輸送の需要源が進んだ。現在では少子化、高齢化と人口分布の都心回帰が進み、地方中小私鉄だけでなく、大都市圏の私鉄でも、都心と郊外を結ぶ路線については、輸送人員が増加から減少に転じる路線も出てきている。一方、 都市部においては輸送量が年々増加している路線もあるし、路線の開業による輸送量の増加も見られる。地方においても自動車や航空機に対抗した種子の改善策、観光客の増加などにより、一部路線においては輸送量が増えているところもある。特別に高速運転ができるように設計、建設された新幹線では、山陽新幹線、 のぞみの西赤市西では最高速度時速 300km 東北新幹線、はやぶさの宇都宮森岡間において最高速度時速 320km の高速運転がなされている。一方、在来線の最高速度はごく一部に時速 160km 走行が可能な路線がある程度で重要幹線でもおおむね120時速 130km にとどまっている。 主な理由はなどが挙げられる。鉄道は交通機関の中では事故率が最も低く安全に対する信頼感は高いものの、福知山線脱線事故などの重大事故は鉄道の安全性への問題点が注目される契機となっている。鉄道各社とも継続的に安全対策への投資を実施している。自動列車制御装置、自動列車停止装置などの 機関的な安全対策に加えて、ホームドア等の新たな安全対策も普及してきている。交通バリアフリー法の施行に伴い、各事業者ともバリアフリー化に力を入れている。主にエスカレーター、エレベーター設備の拡充が都市部を中心に行われている。駅のトイレも多目的トイレの増設などが行われている。列車内トイレを多目的化したものもある。 しかし、経営状態の良くない事業者では、バリアフリー化が進展していないところも多い。路面電車においては、低床車両である LRV が、盛んに導入されている。利用者の増加を図るためには、サービス向上が必要であり、このために、各事業者とも手術の施策を講じている。社員教育などの人的な点から、 複数路線をまたがって利用した時の生産の手間を省く共通カード導入、さらにキャッシュレス化などが行われている。また、駅構内に店舗を勧誘、設置することにより、利用者の利便性を向上し、同時に鉄道事業者の収益を確保する手法も広く用いられている。JR は民営化によって、旧国鉄時代に比べて自由に事業が実施できるようになったため、 大都市部の主要駅を中心に多くのテナントが駅舎内に展開するようになった。しかし、駅構内という圧倒的に有利な立地に商店を開業することで、駅周辺の商店への影響が出ている場合もある。日本の鉄道は、日本以外の国の鉄道と比較して、定時性が極めて高いと言われている。鉄道機構作家の宮脇俊蔵は、日本の鉄道が、 世界に誇れることとして列車本数の多さと時間の正確さを挙げていた。現に日本国外の鉄道関係者が来日して新幹線に乗車した際各人に懐中時計を持たせて駅の到着時刻を測らせたら1秒違わず到着するのを見てクレイジーであると証言したという逸話も存在している。また日本以外ではの15分程度の遅れは 平時とみなすところが多いが、日本国内では15の30秒程度のズレも、遅れとみなされることもあり、時間に関する日本人の感覚を裏付けるもととして、各所席物で紹介されることさえある。高い旅客輸送密度高い輸送人員高い旅客シェア、乗降客数の多い駅日本では、特に東京県、大阪県、名古屋県、福岡県の鉄道は、 私鉄の果たす役割が大きい。また、分割、民営化後の JR も、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本の3社は、黒字経営を続けている。これらの JR、私鉄は、鉄道業を中心として、不動産、小売業、宿泊業など、鉄道利用者や沿線住民の生活に関する、様々な関連事業を展開している。他国では、 現在では、鉄道業で採算が成立することは極めて難しく、鉄道事業は政府などの出資なしには成り立たないとされる。それゆえに、他の諸国での鉄道業は、公営鉄道や国有鉄道の国や、地方の公共事業となっていることが多い。鉄道の早々期は民間事業者によって、鉄道網が発展した国は多いものの、21世紀に、 入って国家的な規模で民間事業者による路線網が成立している国は日本以外ではアメリカ合衆国などごく一部にとどまる。このような事業を行える要因としては戦術の通り他国と比較して旅客鉄道に対する極めて高い需要があるからである。しかし東京県や大阪県のような過密運行ができる線区がほとんどない JR 三島会社 および多くの中小私鉄事業者は、路線網を維持するに足りるだけの収益は得られない状況で、関連事業の収益も、鉄道部門の赤字を埋めるに足りない場合、経営難に直面することになる。整備新幹線開業で発足した、並行在来線などは、地元自治体の支援を受けているが、JR 北海道および JR 四国の路線は、全線赤字。 JR 九州も笹ぐり線を除き全線赤字であり、このような地域の事業者に独立採算を前提にしたスキームを適用するのは無理がある。JR 九州の鉄道事業の売上に占める割合は約4割程度であり、利益は流通事業や不動産事業などの関連事業で稼ぎ出している。2017年に完全民営化した同社は株主から赤字部門である 鉄道事業の合理化を求められ、2018年3月のダイヤ改正で大都市圏や主要幹線も含めた大幅な減便を断行。ローカル線の利便性の悪化のみならず、大都市圏ではラッシュ時の混雑の悪化などが予想されている。日本は鉄道の治安や清潔性が世界で最も高い国の一つである。治安の悪化を指摘する声もあるものの、日本では 地下鉄の車内で乗客が居眠りをしても犯罪に遭う可能性が低く、また深夜でも女性が安心して一人で鉄道を利用できる。これは世界的に見れば特筆すべきことである。また、鉄道車両への落書き、器物破損により荒廃した列車が見られる国は多いものの現在の日本ではこのようなことは珍しく、一般に鉄道車両は公共物として尊重され、 清潔な状態が保たれている。ありがとうございます。